その時は、まあ、ヤスだったり杉浦雄星に相談しつつも、最初はそれこそ驚いてましたけど、海外に行きたいって言ってたのは高校生卒業ぐらいからも言ってたことだったんで、あ、その思いはまだちゃんと続いてたんだなってことで、まあ驚きもありましたし、まあ頑張ってほしいって思いがすごい伝わってきたような感じがしました。まあ僕が抜けて、まあ、それこそ負担は絶対大きくなったと思うんですけど、まあ彼らなりにこう考えてプレーしてて、それこそ僕がいた時よりも責任持ってというか自覚持って最上級生らしくすごいプレーしてるのを感じましたし、愚痴を吐くこともなく本当にひたむきにこう頑張ってたんで、まあ、すごい僕も頑張んなきゃって思いになりました。準決勝拓殖大学さんにこうギリギリで勝った時にちょうど飛行機に乗ってオーストラリアに飛んでたところで、その時も かなりハラハラしててっていう状況で、こうオーストラリアにいる時に決勝戦って、こうライブでこうスタッツとかを見てたんですけど、まあ、ああいう形になって、いや、あれを見た時にはちょっと初めて自分がいたらこういう姿にさせることはなかったかなっていうのは多少感じたところもありました。その経験の場数というかをコートで表現できて、まあ、一番負けたくない相手でもあるんで、そこのマッチアップは一番こう楽しみですし激アツかなと自分の中では思ってます。昨シーズンは怪我に苦しんだところもあって、今シーズンは自分の夢に向かってもそうですし、足踏みしてる場合じゃないと思ってるので、貪欲な姿勢を見せたいですし、開幕戦はこう最初から全力でスタートできるように、いい流れを切れるようにやっていきたいです。